何の種をまくんですか。去年ね、なんか作ったあのブルースター。聞いたことがある。最初だよ、そこら辺で種取ったよ。顔面白い種やん、これ。ほら、あー、例のね。あ、しかもなんかそんな毛が、天使みたいな毛がやつなんやけど、能面のおじいさんのひげみたいすごいツヤツヤやね、綺麗やろ。なんかそういうのって結構多いんだよね。勢力広げようとか、そうやね、地べたでやるぞみたいなね。今回は我が旗でちゃんと咲いてください。逃げないでください。すごい種あるね。いや、どれが成功するかわからんで、あ、飛んだ、種が飛んだピッチって飛んだ。一つの鞘でさ、いっぱいあるからさ、全然ポット足りんけど、そんなにやってもね。そうそうそう、そんなにね、あの切り花にならへんでさ、切り花になるんやったらさ、精力的にやるんやけどさ、販売しないか、いや、うまくいくとは限らんしさ。おお、面白い、面白い、適当、浅いとこもあれば深いとこもある。適当、あ、いろいろあった方がリスク分散、そうそうそう、いいじゃないかっていうか、絶対ダメやこれ。100均で買った種まきの土、下にちょっと違う土を入れて、全部これじゃちょっとまかないし、それはちょっと適当すぎる。どれかは生き残ったらしょ、こんだけ。同じですね。そんなに合ってる。食べたかないっすよ、お前。適当にやってるだけ。ちゃんと飛んでくようにね、羽が生えてね。なんか私が作るとちょっと気持ち悪い感じなの。風船塔型、あれもすごいこう綺麗なこういう毛が生えとってさ、飛んでくようにできとる、ね、すっごいふわってなるけど、種の中ではクッてしてるのは鳥の羽みたいです。ツヤがあったしね、鳥の羽みたいな。ここでひっくり返してもらったらお邪魔ですね。飛んでっちゃう。まずはこれとかね。バジル、うちの花のところに置いたり、軒下に置いたり。まあでも、高い方がいいんじゃない、夜とか。